お久しぶりです、トーマスです。今日はね、メインスマホを戻した理由っていうのを解説をしていきたいと思います。実は先日 Find X3 Pro っていうスマホを購入してレビューをしました。そして Galaxy Note 20 Ultra から乗り換えはしたんやけど、即座に Galaxy Note 20 Ultra にまた戻してしまっています。その理由を解説するんで、今後スマホ買い替えたいなと思っている人の参考にしてもらえればと思います。で、まず疑いのないように言っておくと、 Find X3 Pro 乗り換えたスマホは最強のスマートフォンでした。これは間違いないです。実際に購入をしてレビューをした結果、ほぼ全ての面で Galaxy Note 20 Ultra よりも上でした。それなのに乗り換え後2日で戻してしまったっていう経緯を話していきたいっていう話。その結論がこれになります。何も感動がなかった。これが最大にして唯一の理由となります。あのね、俺もこんなこと言いたくないよ。正直スマホレビューしていかないといけない身やからさ、このスマホはこんなにいいんですっていうことを解説をしていきたいとは思ってはいるんやけど、うすうす感じてたことをここで述べさせてもらうとすれば、スナドラ865と888に違いはないです。残念ながら性能上がりすぎ、アンツツベンチマーク60万点と80万点の差を体感するっていうのはかなり難しくなってきています。普通のアプリではもう全く違いが感じられないのよ。せいぜい原神とかああいうアプリ、あのあたりの超ハイエンドゲームをプレイするんであれば、このあたりの性能差っていうのはちょっとだけ出てくるのかもしれないけど、それでもビビたるもんやと思う。もう CPU のグレードが上がることに喜びを感じられないのよ。アンツツベンチマーク走らせて、うわスコア高っぐらいしか言うことがなくなってしまってるわけよ。処理能力に差はあるんやけど、それが実質的に全く意味をなしていない。だから何も感動がないという結論になります。で、その他機能に関しても Galaxy Note 20 Ultra と Find X3 Pro に関してはほぼ同じです。違いがないんです。ということは使用感が変わらない、機能何も増えない、じゃあ乗り換えるのは無駄だよねっていう話。そしてね、もう一つ理由があるとすれば、スマホっていうのはできる限り早く売りたいっていう裏事情があるんです。これね、どういうことって思う人に関してはここで学んでいってちょうだい。あのね、スマホに限らずであるんやけどね、売却するのは早ければ早いほど相場が高くなります。今の Nintendo Switch とか PlayStation 5 みたいに需要と供給の関係がバグってる商品は例外にはなるんやけど、あくまでも供給が間に合っているこういうスマートフォンみたいな商品は、発売してから日が経つにつれてどん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 値段が下がっていってしまいます。じゃあ値段下がる前に売れれば、そのお金を原資にまた次のスマホを安く買うことができる。そしてその時代その時代の最強のスマホを使い続けることができるから、私はなんて幸せなんだっていう話。ただ時代は移り変わってしまいました。なぜならここよね、スナドラ865と888の使用感の違いがないから。そして最強のスマホを使い続けられる喜びっていうのもなくなりつつあるから。処理能力があまりにも高速化をしてしまったがゆえに、処理能力を活かせるアプリっていうのがもうない状態になってしまっている。一方で処理能力が高いということは、消費電力は確実に上がってるわけよ。つまり今の最新スマホは実質的にバッテリー消費ばかりが増える本末転倒な状況になってしまっています。全ての人にランボルギーニを、それが今のスマホ業界なのよ。じゃあどこが境目になるのかっていうところであるんやけど、スマホの CPU に関してはスナドラ865で一旦完成したと思ってもらって大丈夫です。あのね、全てのアプリがスナドラ865の段階でサクサクやね。で、それ以上の CPU に変えたところでもう違いを感じることができないところまで来てしまっていました。去年の段階で。だから今スナドラ855以下の CPU を使っている人に関しては865以上に乗り換えることで間違いなく感動があります。アプリの起動が速くなります。リフレッシュレートが 120Hz になって滑らかなディスプレイっていうのを楽しむことができます。ただ865から888、これに関してはもう無です。感動はありません。バッテリー消費大きくなるだけ。買い替えの目安はここやね。855以下なのかどうか、865の人はステイで時代の流れを待ちましょう。で、あとね、戻した最大の理由、これ繰り返しにはなるんやけど、なんだかんだ Galaxy Note 20 Ultra 最強のスマホなんです。悲しいかな悔しいかな、お隣韓国の名作なんです。そら世界シェアナンバーワンのサムスンのフラッグシップスマホというだけあって、全てが最高性能です。具体的には処理能力、カメラ、音、ディスプレイ、OS の全てが高い次元でまとまっていて弱点がないわけよ。で、さらに付加価値もモリモリやね。無線充電ついてます、デュアルシム対応してます、防水対応してます、ツインアプリにも対応しています。しかも不満点がバッテリー持ちだけなのも全く一緒やね。なんそれ、全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。ただ一応俺もスマホレビューはやらせていただいています。一応数少ないながらも Find X3 Pro と Galaxy Note 20 Ultra には違いがあるんです。 Find X3 Pro は動画性能が強いです。これも業界最高クラスです。 iPhone 12を超えるぐらいの動画性能、ノイズの少なさ、そして手ブレ補正の優秀さっていうのを誇ります。だから動画撮りたいっていう人は Find X3 Pro。 一方で Galaxy Note 20 Ultra、 これの強みっていうのは写真性能なのよ。 Find X3 Pro と比較しても Galaxy
Galaxy は写真の汎用性が高いんです。これ具体的にどういうことかというと、光学の5倍ズームを搭載しています。そしてもう一つが 0.5 倍の超広角カメラを搭載しているんです。 Find X3 Pro に関しては2倍の望遠カメラと 0.6 倍の超広角カメラということなんで、振れ幅が少ないので、よりバリエーション豊かな写真を撮れるのは Galaxy。 画質は素晴らしいんやけど、バリエーションは減ってしまうのが Find X3 Pro っていうところで認識して、でその2機種をしばらく使った結果、俺に限っては得たものより失ったものの方が多かったのかなと。というのも光学5倍望遠はマジでバレないです。まさかあんな遠くから写真撮られてるなんて気づかんのよ。これとか見て、あのね、コロナ患者を運ぶ医療関係者を遠くから撮影してるんやけど、むっちゃ遠いよこれ撮影したの。これがさ、標準レンズで撮ろうと思ったらさ、絶対バレんねんこの人たちに。で写真撮るのやめてくださいみたいなちょっと嫌な顔とかされるんやけど、5倍望遠はマジでバレないです。盗撮に最適なのよ。さらに盗撮だけじゃないです。5倍望遠できるということは圧縮効果が大きいのよ。例えばさ、テレビでマスコミがさ、ああコロナなのにこんなに人が出歩いてますねみたいなこと言ってるけど、あれは5倍望遠以上を使ってます。望遠すればするほどたくさんの人が歩いてるように見せかけることができるのよ。遠いものと近いものを同時に映せる圧縮効果っていうのが大きくなるから、撮れる写真のバリエーションが広がりますよっていう話で、さらには超広角の迫力も嬉しいと。やっぱ 0.6 倍よりも 0.5 倍の方が広く撮れるから、ダイナミックな写真が撮れるんです。その振れ幅が Galaxy の素晴らしいポイント。もちろん Find X3 Pro の動画撮影性能の高さも素晴らしいんやけど、俺に関しては動画撮影はもう専用のカメラいろいろあるじゃない。今現在 YouTube を撮影してるこの RX100M7 もそうやし、この GoProQ だってそうなのよ。シチュエーションに応じたカメラっていうのがすでに存在している俺にとっては、 Find X3 Pro の動画性能が入る隙間はどこにもないわけよ。これがインスタグラムとか TikTok をやっている人であれば、また話は別やね。スマホで動画撮りまくるでしょあの人たち、何の価値もないのに。でそれをパケットを無駄にしてアップロードすることで承認欲求を満たすっていう無駄なことをやってるじゃない。そういう人に関しては動画性能むっちゃ重要になってくんねん、何の価値もないのに。だからあくまでも俺に関しては動画性能は必要なかった。これは俺のケースです。参考程度にしてくださいという話で、その結果俺は Find X3 Pro を10万円で売却しました。これちょっとね、早く売ったことでどれだけお得になったのかっていう損得計算を簡単にしてみましょうよっていう話。お手まず俺 Find X3 Pro 11万6千円で購入をしております。その時に楽天ポイント2万ポイントっていうのがついてきました。ということなんで実質9万6千円で買えています。で即座に売却をしたことによってメルカリで10万円で売却することができました。手数料と送料を引きます。実質9万円が手元に残りました。これを原資にまた次のスマホを買うことができます。で差し引きたったの6千円しかかかってない。6千円で Find X3 Pro を買って記事のレビューと動画のレビューができたっていうのはかなりお得よね。でこれがもし俺が Find X3プロに乗り換えたままだったと仮定しましょうよ。でもし乗り換えたんであれば、俺は Galaxy Note 20 Ultra がいらなくなるから、乗り換えと同時に Galaxy を売却することになるでしょう。そうすると現在のメルカリでの相場は約9万円ほどということなんで、 Galaxy Note 20 Ultra 16万円で購入をしておりますので、含み損8万円で済みました。で一方でメイン機とした Find X3 Pro は1年間使います。1年後にまた別のスマホに乗り換えることによって売却したと仮定しましょう。そうすると相場はおそらく6万円ぐらいまで下落をしているでしょう。含み損3万6千円を確定することになって、合計の損失が11万6千になってしまうんです。合ってるな。8万円と3万6千円で11万6千円、そういうことやね。で一方で今回のケースの話をしましょう。 Find X3 Pro に乗り換えずに即座に Find X3 Pro を売却したことによってメルカリで10万円で売却ができました。損失はたったの6千円で済んでいます。そしてまあ1年使うかわからんけど、まあまあこのまま1年間 Galaxy Note 20 Ultra を使い続けたと想定しましょう。今現在 Galaxy Note 20 Ultra のメルカリでの相場は9万円まで落ちてるんやけど、もうこれそこなのよね。こっから大きく落ちるかって言われると微妙やね。スマホとかガジェット系は買い立てが最も資産価値落ちます。1年経った後と2年経った後はそんなに変わらない。だから相場が9万円から7万円ぐらいまで、まあ、下落幅ちょっと抑えてみようか。7万円まで下落をしたとすれば、 Galaxy Note 20 Ultra 16万円で購入をしているから、手数料と送料を引いて実際の損失は約10万円になります。この2つを合計した損失は10万6千円で済みました。だから Find X3 Pro に乗り換えたケースの11万6千円よりも、乗り換えなかったケースの10万6千円で1万円損失を減らすことができたのよ。これどうしてかというと、 Find X3 Pro の相場が落ちる前に売却して逃げ切ることができたから、6千円の損失で済ませることができたからということになります。だからね、スピード感が重要なのよ。いかに早く逃げ切るかっていうところ、それを念頭に置いてスマホの買い替えっていうのをしてもらえれば、どん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 安くでスマホを買い替えられるようになるんじゃないのかなと思います。でそれ
と同時に残念ながら新たな課題が見えてしまいました。どういうことかというと、新たな技術革新がスマホには必要なんです。この処理能力を活かせるアプリがないです。スマホの処理能力が時代を追い抜いてしまったのよ。もう使い道がないんやけど、今後も処理能力ばっかり上がり続けんねん。でもアプリの限界はここで止まってるから、もう意味がないのよね。だから性能の使い道が枯渇してしまっています。ということなんで、スマートフォンには新たな役割が出てくるのを期待したいのかなと。パソコンかっていうのはね、また画面どうやって持ち歩くのみたいな話が出てくるから、まあこれももう現実的ではないんやけど、何かまたあの頭いい人が勝手に考えてくれるでしょう。バカな消費者側としてはそれを待つことしかできないわけよ。とはいえ、バカな消費者側としてもこの状況を理解することによってできることがあるのよ。それは高性能を追求する必要がなくなるってこと。 CPU の高性能化は今後も進むでしょう。ただバランス型の CPU っていうのも今後も出続けるはずなのよ。その一例がスナップドラゴン780とか778、これが Mi 11 Lite 5G に搭載されているやつです。これまだ日本では搭載されているスマホがないです。このあたりが最適解になってくるんじゃないのかなと。まあ、スナップドラゴン780とか778はまだ十分な性能とは言い難い、ギリギリちょっと足りないかなぐらいだから、次もしくは次の次ぐらいの世代のミドル帯の CPU っていうのが我々ユーザーにとっての最適解になるんじゃないのかなと勝手に空想してます。そろそろスマホの選び方は考えてみてもいいのかなと。10万を超えるようなハイエンドスマホを追求する必要があるのか、自分にはミドル帯の CPU で十分なんじゃないかというところを考えながら、次のスマホの購入を検討してもらえればと思います。あともう一つ、 Find X3 Pro が最高のスマートフォンであることは間違いないです。購入したい人はぜひとも買ってください。おすすめです。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえれば、グッドボタンとあとチャンネル登録お願いします。あとガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。あと Twitter もやってます。そちらもフォローお願いします。書籍無駄の省き方も出てます。買ってください。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。